はい、どうもヒロです。今日はモナコでドリフト区間ならきっと誰もがここを走るだろうところの単走ラインを考えております。はい、ということで決まりました。ではスタートしていきます。最速に入れて、ここでサイドブレーキを引いて、アウトいっぱいいっぱいから、ここで振り返して、壁ギリギリでアウトに飛び込んで、最後はインクリップで、はい、これで終わりです。そう、このラインはアウトのラインで、追走なんかでは後ろの人も走りやすいかなと思いました。はい、ということでモナコの単走ライン説明でした。